まず最初にですね、今日はですね、ダイスと道頓堀のコラボメニューについてご紹介いたします。はい、実はこちらですね、はい、第2弾なんですね、今回、うん、以前もやって好評だったので今回もまた第2弾として行うんですが、3月1日から5月31日までダイスの食事提供店舗でこちらのコラボ販売していきます。はい、またですね、道頓堀の人気スイーツをイメージして作ったダイスオリジナルの白ごまバニラ味のソフトクリームも無料で提供しております。こちら全店で提供してますので、ぜひお試しください。では、いただきます。道頓堀さんとコラボのダイスの豚焼きそば。こちらですね。いただきます。お、なんかもちもちで。麺か、うんうんうん、実はそのコラボしている道頓堀さんってもう20年以上続くブランドで、日本最大級のお好み焼きチェーン店なんですよね。で、こちらの焼きそばも、道頓堀さんの何がおすすめかっていうと、お野菜がいっぱい入ってるんですよ。本当にお野菜がたっぷりで、人参とかキャベツとかピーマンとかもやしとかも入ってるんですけど、すごくなんか体に良さそうだし、でもそして美味しいみたいな。あとダイスのコラボの、道頓堀さんコラボのお食事なんですけど、全部道頓堀さん監修のもと作られているので、かなり本当にお店で食べる形に近くなっていると思います。ソースやマヨネーズなんかも道頓堀さんで実際に使っているものみたいなので、再現度もバッチリ。美味しい。道頓堀とダイスのコラボの、白ごまバニラです、ね、いただきます。ソフトクリームは好きなんですけどね、巻くのがうまいかって言ったら、ちょっとこちらなんですけど、実は2回目の提供なんですよね。すごい大人気で、すぐになくなっちゃうぐらい人気なんですけれども、こちら店舗ごとに提供期間異なってますので、ツイッターとかで要チェックしてやってるお店で食べてください。いや、もう私もこれ2回目3回目なんですけどね、美味しい。ごま、本当にごまの味がしてクリーミーで美味しい。はい、ということで道頓堀のコラボ大好評なんですけれども、坂本さん、はい、今ダイスでソロ飯需要が高まってるんですよね。そうですね、ソロ飯需要ね、うん、こちら何かと言いますと、もちろんソロは一人で、ご飯を食べるという、ネットカフェでご飯を食べるということなんですけども、こちら緊急事態宣言で今飲食店が営業自粛していたりしている中で、そういった意味で食事の需要が増えているという点と、あとダイス今すごくリモートワークでの利用が多いんですけども、仕事の合間であったりとか、ちょっと終わった後休憩中とかでちょっと食事頼みたいなっていう時に、本当に画面の注文画面をクリックするだけでその部屋に食事が運ばれてくるっていう、そういった手軽さもあって、こういった食事メニューが、利用が増えてるんですよね。お部屋で完結できるっていうのがまたね、いいですね。そう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 、うん、でもあと単純に普通に美味しいっていうのもね。それを言ってしまえば、それまでなんですけども、いや本当ダイスの食事メニュー美味しくてですね、こういった企業のコラボもそうですし、季節ごとにメニューもいろいろとオリジナルのメニューを開発していったりとかしてですね、本当にネットカフェの食事、皆さんどういったイメージあるか分かりませんが、ネットカフェの食事の域をもうはるかに超えたものを提供しておりますのでぜひ皆さん、ダイス、食事提供店舗、いくつかあるんですけども、ぜひ行った際はご注文してみてはいかがでしょうか。